タイルハウス編集部です。今回はですね、編集部員のみきさんが今気になっているものを取り寄せてくれたのでお願いします。はい、はい、こちらは、クラックスというブランドから出る、ワラビーというシューズになります。あ、今めっちゃ流行ってますよね。そうなんです。いきなりまた急速にみんな履き始めてて、はい、今でもすごく人気なアイテムになってます。私個人的にはちょっと懐かしいイメージがあって、そうですよね、なんかどういう風にしたらなんか今っぽく履けるのかとか、おしゃれな着こなしどうすればいいのかなってちょっと気になってます。そうですよね、確かにこれだけで見るとなかなかどういうスタイルに合うんだろうって、多分イメージ履きづらいと思うので、はい、そういうところも含めて今回ご紹介していけたらいいなと思っています、はい、サイズ感も合わせてレビューしていきたいなと思っております。このワラビーっていうモデルは、1966年からずっと愛されている名品でして、カンガルーみたいな動物からこうワラビーって命名されたというふうに言われています。はい、あれですよね、 お腹の中にいる感じみたいなイメージですか。そうですね、本当に履いた時のこの履き心地がお腹に包まれているような柔らかい履き心地っていうところを表現したものとなってます。今すごい注目を浴びてて、日本じゃなかなか多分手に入らないっていうか、サイズ掛けしてたりとかあると思うんですよ。シュプリームとコラボしてたりとか、結構いろんなショップが別注を発売してたりとかで、本当にいろんなモデルが発売されてるんですよね。そうですね、日本だとなかなか手に入るのが難しいと思うんですけれども、あのバイマだったら、はい、あの世界中の出品者さんが在庫を調べて来て買い付けてくれるので、今回手に入れることができました。ちなみに素材なんですけれども、アッパーの部分はスウェードになっていて、この底のソールが特徴的で、ラバークレープソールっていうすごい柔らかくてクッション性のあるソールになっているのが特徴です。クラックスのワラビーはこの程よいクッション性があって、すごい歩きやすいってことで皆さんからも愛されていると思います、はい、なるほど。本当に触ってみた感じめっちゃ柔らかいですね。本当にそうですね、今回はですね、人気カラーブラックとあとメープルという色をお取り寄せしています。でソールの高さは先が低くて、はい、底がそうですね、ソールの高さがこうかかとに向かってこう高くなっていくような形になっています。手前の方が、高さ 1.5 センチぐらいで、かかとの方が、3センチほどになっています。なるほど、なんか私ペタンコかと思ってたんですけど、結構ナチュラルに漏れる感じなんですね、そうですね。あとこの今気になってる方いるかもしれないんですけど、これはあの貝ひもになるので、ちょっと好みに合わせてこう色を変えて楽しむことができます。サイズ違いでこちら買っておりまして、ブラックの方が24センチのもので、メープルの方が 24.5 センチのものを買いました。で私が24から 4.5 のシューズを履くことが多いので、実際履いてみてサイズ感を見ていけたらなと思います。私今24センチのものを履いておりまして、本当サイズ感はぴったりでした。でちょっと素材が柔らかい分、むしろちょっと大きめに感じるところはあるんですけれども、多分ちゃんと紐を強く結んであげればこのサイズ感でも履けるなといった感じです。で実際にこう履いてみるとクッション性があるって、土踏まずのところにちょっとこう段差ができてて、ちょうど土踏まずにフィットする感じなので、すごくあの履いてみて疲れにくい靴なんだろうなと思いました。続いてこちらが 4.5 のサイズになります。さっきの24で本当ぴったりぐらいだったので、 4.5 だとここの縦のところが若干余るかなといった印象です。ただここの幅の部分は4.5 でもそんな緩く感じなかったので、またこの紐をちゃんと縛れば正直なんかこれでもいけるかもってちょっと思っちゃいました。でもサイズ感としてぴったりだったのは24かなっていった印象です。黒のクラックスの方はワンピースに合わせてみました。さっき着ていたようなこう黒いスラックスと合わせてもすごい合うと思うんですけれども、やっぱ黒いのでちょっとローファー感覚でも使えそうだなと思って、こういったフェミニン系だったりのワンピースと合わせてみました。すごい可愛いですね。なんか
勝手にメンズライクというか、うん、メンズっぽい靴だなと思ったんですけど、ちょっと外しとして入れてあげるとすごく可愛いなと思いました。春とか秋冬だけじゃなくて夏とかでももしかしたらカゴバッグなんかと合わせるといけるのかなって思いました。メープルのクラークスとは、デニムのパンツとチャイルドジャケットと合わせてみました。やっぱりクラークスでよく見る定番コーデって結構デニムに白ソックスにこのクラークスっていうのが結構多かったりするので、ちょっと定番のコーデで合わせてみました。可愛いです。どうですか？なんかベージュって言っても何て言うんですか、黄身が少なくてちょっとグレーっぽい感じなので、いろんな色のお洋服にもすごい合わせやすそうだなと思いました。カジュアルになりすぎずに着替えてくれる感じがまたいいなと思いました。今回はクラークスのワラビーをレビューしました。今回ご紹介したアイテムは概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひチェックしてみてください。動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。